はい、フラッシュ分かれ RTA 会2日目、トップバッターになってしまいました、ハイフン M と申します。昨日ウィズミルクリース走ってた人です。今日は全く思考を変えて、こちらヤルオクエスト7という、なんか嫌な予感がするかもしれないタイトルですが、まあ大体嫌な予感がします。本日こちらインターネットロジック会会場となっておりますので、皆様お誘い合わせの上、思い出談義に花を咲かせてください。よろしくお願いします。で、解説はちょっと私があまりにも、このゲームは昨日と違ってかなり忙しいです。はい、なのでちょっと本日アジンさんにお願いしております。解説はアジンさんです。あ、アジンさん挨拶いいですか。はい、よろしくお願いします。ちょっとラスボス倒せませんでした。ちょっといやー、でも、いやでもあそこまでやっていただけるとは、ちょっとすいません、割と悪があるゲームなので、まあ作者、ぶっちゃけ多分今日見てると思うんですけどね、この放送、ツイッター見てる限り、作者とガチフラッシュ勢の方々から多分見てるんですけど、あら、まあはい。ありがたい。とはいえ、ちゃんとラスボス手前までやっていただけるっていうのは、さすが、なんというか、解説受け人としての教授というか、意地を感じました。まあ、いや、本当ありがとうございます。普通にやってちょっと楽しくてね、ハマっちゃったっていう感じですね。一応私はここまではやっていますよという。全実績を解除している。こいつがね、こいつが今年の7月にやっと討伐したんですよね。まあ後で解説します。はい。はい。で、まあ時間大量にあると言いつつ割とギリギリ、2時間50分エスティメイトなんですけど、大体2時間35分ぐらいだと思ってて、はい、そんな余裕ないんですよね。はい、エンディングのテーマながらとなると。ということで、まあ、早めに始めていきましょう。はい、タイマースタートは、最初から始める、セーブデータ A、このデータを消して始めるを押した瞬間で、はい、タイマーストップは、ラスボス戦の後ちょっと会話して、で、その後暗転するんですけど、その暗転のタイミングをタイマーストップにしています。じゃあ始めます。ファイブカウント爆発しますから、ミクさんがいろんな人が爆発しますね。リア充とか全く関係なく爆発しますね。もうリア充っていう言葉だってもう死語になり始めてるんですけどね。確かにね。ティーンしたりアボーンしたり、やめましょう。年齢がバレますよね、もうこういうトークして。はい、改めてカウントを始めましょうか。はいはい、5、4、3、3、2、1、スタート。はい、グッドラーク。ということで、ストーリー的には、ミクさんがね、紅白ブレードっていうものを、まあ、多分、過去の作品の中でちょっと私、あんまり分かってないんですけど、まあ、これの力を復活させるために、この紅白島っていうところに降り立ったところからのスタートです。で、いきなりこれ、ティーンするんですけど、これは、Windows 兄さんですね。はい、ヤルオクエスト7っていう名称から分かるように1から6もあります。はい、はい、一応それぐらい歴史というかやたら長いシリーズのゲームです。まあそのあたりが多いので、暇になったら解説します。はい、まあそれぞれの作品で、まあ、元になってるものがあって、このゲームはハイドライド3っていうゲームを、元にして作られています。このゲーム本当にいろいろシステムがえぐくてですね、まず右のタイムっていうところはこれゲーム内時間ですね。1秒に約ゲーム内は2分進んでいます。でこれもう初めからこうライフがね少なくて、でお腹が減ったらあのスリップダメージを受けるし、夜になったら眠くなってスリップダメージを受けるし、このゲーム始めた時にはまずね1日目をどう生きるかっていうゲームです。しかもあの宿屋は1000タポ、まあタポはお金の単位ですね。なのに、初めの一番最初の所持金も1000しかないから、回復アイテムもいるし装備もいるし、なのに止まるのに1000かかるっていう。お、これはいけるかな。はい、でここにあのメリケンサックっていう、まあ近接だからちょっとあの射程はないんですけど強い武器があるので、まずこれを回収ですね。ただそうそう、ここらの敵もねめちゃめちゃこの弾ばらまいてくる、このリリーホワイトとか、なのでこの画面切り替えテクを使ってこううまく避ける。これもうあの食らった時点でこれもうおダブルですので、あの死ぬとタイトル画面に戻されちゃいますから、まあ、そこは注意です。はい、まあ、まずはこれで、一旦メリケンサックを取って、
で、これゲームスタートが7時かな。で、6時間経つと、この空腹になってくる。おっと、大丈夫か。はい、大丈夫です。13時までに、このベースキャンプというか、まあ、この宿屋と最初のお店があるところに戻ってこないと、ちょっと、またこれもこれで死んじゃうと。これで大丈夫ですね。戻ってくれますね。なので、所持金の線を使ってそのまま止まると。で、ここで止まると一応7時に、その次の日の7時になるので、またそれで、こう、お腹いっぱいになって、お休みして、また活動ができるということですね。で、今回狩るのはこの包丁さんというキャラですね。まあ、こいつは割と、あ、はい。はい、よくあることです。気にしないでいきましょう。さあ、今から、ヤルコクエスト7が始まります。まあ、とはいえね、結構あの敵が美味しい上に、まあ、こういう感じであの、包丁をぶん投げてくれるんですけど、まあ、あんまり方向転換とかもなかなかしないので、まあまあちょいちょいするんですけど。上に行ってる時だけ方向転換しないです。あ、そうなんですね。あ、失礼しました。なるほど。そうそう、だからこう上に行ってるやつをこう倒したり、あとはね、たまにこれ敵全部共通なんですけど、結構ハマったりするんですよね、なんかスタッフというか。あ、これはチャンスですよ。なので、まあこいつをちょいちょい借りつつ、まあ、あとお金と、まあ、あと経験値ですね。で、このゲームのシステムの経験値はですね、まあ、いわゆる溜め込み方式というか、すぐにレベルアップしないんですね。で、このマップの、この一番左下、この世界のマップの一番左下にラジオ局っていうのがあって、そこで、その稼いだ人気、経験値イコール人気ですね。これを使って、島のみんなにこう、ミクさんの存在をアピールして、強くなるみたいな。まあ、なんていうか、この島での強さはね、その島のみんなに思われてるかどうかというか、まあ、その人気が強さにつながるので、まあ、そういう感じです。なので、ラジオ局で自分の存在を宣伝するっていうね。あとは、その経験値は、その別のところに、神様が引きこもってる神様はいるんですけど、そこも、いわゆる同じ人気を使って、センスっていう呼ばれている、あのいわゆる、まあ、ね。それを覚えて、ゲームを有利に進める。まあ、これはちょっと、後の方からですけどね、出てくるのはね。ということで、まずはもう包丁さんを狩る。で、このゲーム、結構厳しいのがですね、あ、もうすでに罪と危うい。わかりますよね、アジーさん。わかりますよね、アジーさん。もう何回もこういうこと経験しますよ、ね。いやいや、もう。めっちゃ悪態つきましたからね、これ。なんだよ、このクソゲーとかって言ってましたよ。やっぱちょっとぐらい慎重にやろう。慎重にやろう。ちょっと近くねらいだと。はい。うん、下げて取れないんですよ。でですね、ちょっともう一個この人気というか経験値のシステムで厄介なところがあって、次のレベルアップするまでの人気を貯めてしまうと、それ以降獲得する人気が半分になっちゃうんですね。なので、一回一回やっぱレベルアップしないと効率が悪くなってしまうと。さらに、レベルアップするとそれはそれで、その、敵からですね、得られる経験値っていうのもどんどんこう減ってってしまうんですね。そういったもろもろ事情もあって、まあ、結構こう稼ぎがのシステムがきついんですね。で、右上の画面は、まあ、ライフはそのまま HP ですね。センスは MP、まあ、しばらくは出てこないです。で、アタック、ディフェンスはまあいいですね。攻撃力、防御力。で、下のタイムは、まあ、先ほど、言いました、ゲーム内時間ですと。で、その下に今、ナウローディング 7kb は、まあ、これは別に、特に意味なくて、まあ、こうやって敵が出てくると、敵と戦うと、まあ、こんな風に敵のパラメーターが表示されます。あと、右下は、まあ、いわゆるログですね。
敵倒した時とか、あとたまにアイテムとかも手に入ったりするんです。あ、でそうそう、アイテムもね、ちょっとした仕様がいろいろありまして、まずアイテムは、このゲームいわゆる倉庫的なものがなく、かつアイテムにも重量があり、あとはそのミクさん自体がそのレベルによってですね、その扱える武器の重量っていうのがまあ決められていて、それよりその重い武器っていうのはまあ装備してもその効果を高く発揮できない。大丈夫ですか、まあ、画面が止まってますけど。固まった、まあ、ブラウザあるあるですよ。ああ復帰しちゃう。雰囲気でも RIJ の雰囲気でもあんなことがありましたからね。なんかあれですね、 OBS 忍者との相性問題なんですかね。あ、そうですか。危なかったです、危なかったです。そう、やっぱ敵がね、こうやって向いてきたとき怖いですね。ちょっとこういう飛び道具タイプの敵はちょっとずれてれば当たらなかったりもするんですけど、ただこれあれなんですよ、このミクさんのこの攻撃もやっぱなんていうか、ちょっとそのこれはまあ右手でこうメリケン策でこう攻撃しているので、ちょっとずれてるとその当たんなかったりするんですよね。だから敵とのそのすれ違いが重要なんですよ。微妙にチャートを変更して先に食料買います。あー、そうですね、これ今13時になったので、6時間経つとお腹が減ってくる。で、今の定員についてはちょっと深く触れませんので。はい、これこう、あの RT ジャパンのチャンネルであるということをちょっと念頭に置いといてください、皆さん。なんでこのゲーム通ったんですか？私、通すつもりないというか、ダメ元で送ったらなぜか通ってしまったんですが。通っちゃった。今回のイベントのね、この長時間ゲーム2つをこう、独占してしまったというね、このハイフンエルさん。で、まあ、昨日もね、お話しされてましたけど、まあ、普段は、いわゆる、なんだっけ、バテンカイトスです。あと、バテンカイトス。あとはまあ時間系の話をすると、19時、あれ違うな、20時か、20時になると夜になって敵が強くなる。あ、でこの刺身包丁ってそんなにいりません。まあ、敵がね、ブロックを落とすんですけど、これもまた厄介なシステムで、さっき言った倉庫がない、あとはね、アイテムは売るっていう概念がないので、まあ、いらないアイテムはもう捨てるしかないっていうことですね。しかも、ドロップしたときは、いわゆるタポっていうお金を落とさない、お金の代わりにアイテムをドロップするっていうことになるので、特にこの子に至っては、その刺身包丁を落とすのは、まあ、邪魔でしかないっていう、ね。しかもそれ捨てるっていう動作もいるし、まあ、害悪ですね、これね。だから、まあ、ロスですね、いろいろ RTA においては。まあ、普通のプレイでもロスですよ。いらないし、しかもさ、重量の関係で、特に装備品って重量重たいんですよ、1000とかなんぼとか。で、序盤とかだと、まあ、これ今まだ多分3000とかそれぐらいしか持てないんじゃないかな。で、それ超えちゃうと、いわゆる移動速度が遅くなっちゃうんですよね。重ければ重いほど移動速度も遅くなってね、重すぎるともう完全にミクちゃん動けなくなっちゃうので、スカイリムとかもありますよね。私がこのゲーム見て、まあ、ハイドライドっていうゲームは知らなかったんですけど、割とジェネットアックとか、そのあたりのゲームとも、なんかシステム的には親和性がありますね。まあ、アクション系ではないですけどね、あれはいわゆるローグライクタイプの、あるんですけど。で、これ18時になってくると、まあもうすぐ暗くなりますよっていう感じの。なんで、そろそろこれ、一旦引き上げますかね。ということで、2回止まって、今度3日目ですかね。
装備重量とかの概念ですね。やっぱ重量管理結構重要ですね。このゲーム、まあどこまで行ってもその重量問題って出てきますんで、例えば洞窟とかだと真っ暗なのでランタンとオイルが必要ですとか、まあ当然そのランタンオイルにも重量がございますし、回復アイテムもまあそこの重量、あと一番はね、お金もなんと重量が、まあそれはリアルで考えたら当たり前ですけどね。で敵はこれ例えば今200タポってなってるけど、そうすると100タポ100タポ5タポ1タポ1タポっていうアイテムを手に入れてるわけですよ。これ中身的にはアイテム欄開くと一瞬出ているからちょっと見る方はまあ見といていただければと思いますけど、でそれはアイテム屋で1回だけ買い物すれば一応両替はしてくれるので、まあそこで重量整理はされるんですけど、こうやってこう勝っている限りはそのお金がね、銭として貯まり続けるっていう、まあいわゆるちょっと分かりやすい例えか分かんないですけど、ハンターハンターでいうグリードアイランドのあれもなんかその フリーポケットでお金があるから、そのお金が小銭単位になるから管理が難しいみたいな。でまたレベルアップ、ね、これで 4なんだな。まあ結構多分いろんなゲームでね、そういうお金とかもすごいリアルな機会がありますね。で、このアベさんのお店は、すごくホワイト企業で、ね、10時から19時って、ね、営業時間が決められております、ね、で、とりあえず装備品とあと回復剤ですね。そう、レベルアップの時のテッテッテッって音はすごく私も好きです。だから本当にね、このゲームいろんなこう制約事項がこういろんな、いろんなベクトルでというかいろんな方向性であるので、まあ、そこの方向性をきちんと見ながらこう管理していかなきゃいけないと、まあ、それは時間なり重量なりということで、一旦、稼ぎの方は、まあ、これからもね、まあ、ガンガン稼ぎとかありますけど、まあ、とりあえず一旦、切り上がって、次のところに行きますね。さあ、このリディ・ホワイトもちょっとちょいちょいやっぱダメージが、まあ、一応装備品に買ってるんですよね。まあ、多少の防御力はありますけど。あでね、このゲーム、まあ、こいつが一番まず分からせられると思うんですけど、ミクさん、無敵時間ありません。ないので、こういう多段ヒットがですね、平気で来るわけです。あちなみに今、食事しましたってあるんですけど、食料を買ってれば、自動的にですね、そのお腹減った時に食事してくれまして、その時に、HP も回復するので、まあそこに関しては、まあ自動というか、まあこれは吟味ですね。吟味してますね。あそこの宝箱にはキャンプセットっていう、まあいわゆる、どこでもセーブ。できるやつがあります。ただそれめっちゃ重いので、これミクさん遅くなっちゃいますね。なのでこれで頑張っていきます。2014年まだ無敵時間さん多分営業開始してなかったんでしょうね。だからないんです。あ、そうですね、今回もね、アルディンジャパンの方では倒産ということで、私もいろいろ買いましたけど、でここでキャンプセットがありましたね。でここで一旦いわゆる自爆コマンドがありまして、この後も結構出てきますね。でここで敵が消えるんですよ。ちょっとさすがにここリリーホワイト4体を切り抜けるのはきついので、でそうするともうここが、ボス手前のマップなので、もうそこから行きますと。でこれカルカンちゃんですね。来たーとかなんか
まあこいつは単にこうワープというかいろんなとこに出現しながら弾を吐いてくるので、まあ、そこに追いついてって攻撃すると。で、ボス戦中はですね、アイテムとかが使えないので、まあ、準備は万全にしていく必要がありますね。間違えました。いやー、ほんと罠ですよね、このコマンド。あのですね、メニューのコマンドって記憶されてるんですよ、位置が。だから私も誤爆しましたけど、まあそういうこともあります。やっぱりいろんなところがちょっとねありまして、ちなみにコツとしては、あの反時計回りに回りながら接近すると当たりに選ぶボス本体に当たる。あ、なるほど。確かにそうですね。あ、すごい。はい、そうするとこのここはね、このマップが今本当島の中心です。そこでこうこの紅白ブレードを一旦安置して、でまあこの島にいるその赤組と白組っていう、まあ住民たち、まあ、住人の集まりみたいなのがあるんですけど、まあ、その人たちに認めてもらって、あの紅白ブレードの強さをさせましょうみたいな、まあ、そういう感じですね。まあ、ちょっと帰りはここ通らないといけないから。おお、すごいすごい。今の動きいいですね。このダメで抜けましたね。まあ、メニュー画面出せばそこで一旦、時間は止まるので。あとこういう弾吐くタイプの敵は、直接当たってもまあ攻撃は食らわないので、この弾だけがいわゆる攻撃判定ですね。とはいえ結構ね、なんていうか、敵はやっぱいわゆるブロック的な役割も果たすので、そういう狭い道とかはこう倒さないといけない。大丈夫ですか？ギリギリでした。いや、一瞬の判断ですね、これ。これ普通にやったら多分死んでますよ。あ、もったいないな、今の食料で回復できました。ああ、なるほど。そうそう、食料でも回復できるんでね。結構時間とか気にしてたりすると、あ、ここで食料来るなっていうのは。あ、で今 さっきのところね、あの茶色い物体で塞がれてましたけど、まあこうやってストーリー進めると、ああいう邪魔者とかはいなくなって、まあそれぞれ、ストーリー進めることができるようになりますと。とはいえ、そこまでね、ガチガチにこう行くところを制限されてるわけでもなく、本当に要所要所ってところだけなので、結構ね、もう序盤からかなりいろんなとこ冒険できるんですね。あ、で、ここに、いわゆる隠れ里っていうね、ところがあって、本当はゲーム内にモナーがいるんですけど、モナーに話しかけるといろいろヒントをくれたりして、そこはまあそのヒントをもらいながら謎解きをして見つけるっていうところなんですけど、まあ別にフラグっていうわけではないのでそのまま行けます。でここにはその阿部さんのお店と、あとさっき言ったセンスを覚えられるところの神様がいるっていうのと、あとは一さんの像っていうのがあって、これはセンスをのいくつ目だったかな、5つ目だったっけな、そのぐらい、あ、4つ目あたりで一さん愛してるっていうセンスを手に入れることができて、それによってあそこの一さん像までワープすることができる。まあこれ確か、後半に出てきたと思うんですけれども、とりあえずまず最初のボス倒して、まあ、結構ボス倒すと人気とかもたくさん手に入るので、まあ、これでまた徹底をしますね。あ、で今ちらっとねメッセージ出てくるんですけど、このレベルが上がった時のトリガーで、まあ、ちょっとしたイベントが今発生しまして、
で、ミクさんレベルが上がると、まあ、当然いろんな能力は上がるんですけど、所持重量だけは今リミッターがかかっていて、で それについては、リミッター解除のアイテムを手に入れないと今後どれだけレベルを上げてもその所持重量が増えないっていうことで、まあ、これはかなりこのゲームのシステムにおいてはちょっとね厳しいところがあるので、まあ、そういうものもちょっと今後いろいろ回収していくっていうので、ということで、まあ、とりあえずは次の、ボスを倒しに向かいますね。ああ、RK レーシングさん、先ほどあの、超魔界村の、なんていうか、エリミネーションレースみたいなやつをやってましたね。この8人のプレイヤーから、1回戦うごとに2人ずつ、エリミネーションされてって、まあ、最後、1対1で戦うみたいなやつですね。はい、ということで、すみません、宣伝させていただきますと、あの RK レーシングさんね、あのこういうレース形式の RTA に関してね、こうプレイヤーの皆さんから受付して披露するという、まあ、そういうチャンネルとなっておりますので、まあ、ぜひ。ということで、ここは今、この紅白島の、まあ、南東あたりのところに来てますね。ここに、まあ、次のボスがおりますので。でここちょっとね、こっち弾吐いてるんですけど、すごい見づらいんですよ。この雨も降ってるし。なんか、で、この黄色いカエルは、スリーウェイショットみたいなやつ、プラス、あの、毒の効果だったかな。がたまについたりするんで、あ、で、この絨毯があると、この絨毯とモナがいると、次がボスですよ、みたいな。あ、ところは、ボンバーマン、ボンバーマン。爆弾は誘爆はしないので、あとは別にあの、ブロックされるわけでもないので、まあ、すり抜けはできますね。だから、まあ、きちんとタイミングを見て、倒してやればいいですね。で、ヤルオプーナを倒すと、リミッター解除装置、さっき言ってたやつですね。まあ、これによって今後は、きちんとレベルアップしたら、所持重量が増えていきますと。プーナもあれですね、ただ RT ジャパンの2でプレイされたゲームですからね、私現地で見てましたよ。さあ、ということで、とりあえずまた次のボスも倒しましたので、まあ、またちょっとベースキャンプというか、あの最初のあの宿屋とかがあったマップを目指しまして、やっぱね、行きだけ良くてもダメなんですよね。これ帰りちゃんとあの生き残らないと、そこで死んでしまってはまた戻ってしまう。これ回復剤けじっちゃダメですよ。私結構回復剤ケチってめちゃめちゃ何回も後悔しましたね。このカエル車は割といい経験値とお金ありますのでね、最初の方だと。大体この砂漠とお墓のところぐらいまで来れば、まああとは、まあ、あ、大丈夫ですか。止まったらちょっとポーズかけるようにしますね。なんか画面の表示だけ止まってるっぽくて、ゲーム進行は続いてるっぽいので。危ないですよね、その間に死んでたらもう泣いちゃいますよ。うん、これ同じブラウザでやってるのがいけないのかな。あのFirefoxを、はい、これ、Firefox のブラウザ上で直接やってて、なおかつ、別タブで OBS 忍者開いてる状態ですが、なるほど。なんかあるかもしれないですね。なんかあるかもしれない。
ちょっと長時間やらないと気づかない系の。ああ、それはあの問題なんで、多分事前テストで発見できなかったっていうのがあるんだろうな。本番の魔物ですね、これ。いやー、自己要素が増えて一部の人は楽しそうなんじゃないですかね。一部の人は。一部の人は。怖いなぁ。フラッシュは、今月までです。プニキはね、その前にもサービス終了しちゃいますけど。ということで、まあ、レベルアップして、また戻って、ね。ちなみに、この安倍さんのアイテムやいろんなところにあるんですけど、場所によってですね、同じアイテムでも値段が違うんですよ。やっぱ危険なところに店を構えるとなると、それぐらいのコストはかかるということでね。やはりそこはきちんと。全国統一価格ではない。ちなみにこのゲーム、BGM 結構。このゲームのシステムに苦しめられながらも、それでもなんとなくできてたのは、この BGM のおかげもありますね。この朝の音楽はこれ、この止まって7時から8時ぐらいまでしか聴けないから、8時からはまあ大体この、昼は大体この音楽ですね。19時ぐらいなので。で、次に変わるのはこの火炎猫ですね。こいつもまあ、いわゆる包丁さんと同じようなルーチンで、敵ですかね。ただまあ包丁さんみたいにあのなんか上の時でもまあたまに曲がるっていうか、あ、同じか。あ、いや違う、普通にうろうろ動いたりするから結構苦労するんですけど、でもそう、人気90と大体こう200から300タポぐらいかな。タポはちょっと敵に、この敵の単体によって乱数があるので、物によりけりかな。とりあえずここで40体ぐらい狩るのかな。そうするとまあ 90×40 で3600の人気になります。とはいえ結構ダメージがね、できるので、当たると。なるべくこう横から。URL が貼れませんので。フィニキ貼りたい方はもう01パンチだけ書けば分かる。この辺の回復外使用判断とかもね、割とどこまで粘るかっていう、まあ、粘りすぎて死んでしまっては元も子もないですし、とはいえまあもちろん開いて使うにしてはその時間がかかりますからね、なかなか RK においては難しい運用のしどころって感じがします。自販機って僕にするやつ、ああでもそう、昔のフラッシュでそうだ思い出すのは、あのパソコンをボコボコするやつとかは、なんかとある最新界隈でなんか流行ってた気がしますね。だから皆さんそういうなんか懐かしいものネタでぜひ、まあ、ゲーム開始の時に最初 M さんもおっしゃってましたけど、そういうのをぜひね、こう盛り上がってください。私も拾えるものが拾ってたので、でもあれですね、どこまで稼げたかは、まあ、敵の獲得経験値、獲得人気を見てれば、これ多分、
次のレベルまで行けると45に差があるので、まあそこで一応判断もできますかね。やっぱ危なくなったらもうすぐ回復剤です。いやこれね、そう操作ね、結構簡単にやってるようにも見えるんですけどね、それ実際やるとこれかなり難しい。特にこれ本当にね、1ドット単位でこれ当たり判定あるんで、結構ね、ここすれ違えるとか通れると思っても結構引っかかったりする。特に地形とか引っかかったりする。で注意としては、一応このゲームはね、いわゆるエグゼ版もあって、私ちょっとエグゼ版でやってたんですけど、起動の時のサイズがね、めちゃめちゃ小さいから引き伸ばしてたんですけど、ただ引き伸ばす時に何て言うんだろう、あの縦横比がこうなんか自由に決められちゃうんですよね。だからこうなんとなくこういい感じの比率にしたと思ったら、なんかね、その1マスしか行けないところが全然行けなくて、ちゃんとそこはあの元のアスペクト比と一緒にぴったりにしないと、まあ多分そのドットの計算上の都合だと思うんですけど、積んでしまうって言わなかった。もしエグゼ版でやる方いたらちょっと気をつけておいてください。ということで、一旦カエン猫は買ったので、この3つの隠れエグゼを、この辺りで、回復剤と、あとこのプラス3の回復剤で、回復剤も無限に持てるっていうわけではなくて、所持個数が まあ、それぞれのアイテムで決まってますと、回復剤は、15のプラス3だと7個だったかな。あともう1個プラス5ってやつもありますけど、あれが3個しか持てなかったりする。ちなみにまあ敵もたまに落とすことがあるので、敵が落とした場合は一応その所持限界は突破できるんですけど、の隠れ里のよろずやはプラス3の回復剤ですね。あで今買ったのは、ランタンですね。ランタンとオイルのセットによって、洞窟とかの視界を広げることができます。オイルには2種類あって、普通のオイルと S オイルということで、まあオイル、普通のオイルは、明るくなる範囲が狭いんですけど長持ち、スオイルはまあ広くなるけど消費が早いと。でまたレベルアップで6から7ですかね。このあとちょっとまた包丁さんを測るかな。今からだから、あ、そうそうそう、ね、レベル、次のレベルまではね、すごい分かりやすい計算で、今のレベルを移動して100をかけたのが必要経験値ですと。なので、今多分レベル7になっているので、じゃあ次のレベルってなると、7749のかける1000だから4900です。でこれで夜になりましたね。20時で夜になると、まあ、敵がですね強くなりますと。まあ、始めることいらないですけど、ロスしましたなので、あの敵のダメージ、これめちゃめちゃ増えるので 2倍ぐらいにはなるのかな、火ダメが。なんで本来は普通には足りたくないんですけれども、ただ普通だったら、レベル7に到達すると包丁さん撃破した時のそのベースの獲得人気自体がこれ減っちゃうんですよね。まあそれは他の敵とかでもそれぞれのレベルとかで共通するんですけど、本来30もらえるやつがレベル7になると、12まで減少するんですが、これ夜の時だとその制限が、この加工補正が消えるっていうのがあるので、本来のこの30の人気が得られますと。まあそこはやっぱメリットデメリットが
みますって感じですね。あ、ちょっとチャットの流れがこれ早すぎるからサブスクあれも解除されてる、まあ、ちょっと RIJ の方針によってそのあたりが変わるかもしれません。あ、ちなみにそうサブスクライブがですね、なんだっけ、あの Amazon プライムに入っていると、Twitch プライムと連携することができて、この Twitch プライムは毎月1回手動なんですけれども、いわゆるサブスクライブっていうチャンネルに対して、ね、まあ、支援をするっていうのを、これ無料で、あ、アマプラ会員だったら無料、そのアマプラ会員のまあ費用だけでは無料でできますというのがございまして、でなんとその RIJ のチャンネルのサブスクライブをしていると、これ皆さん使っているようなその RIJ 関係のアイコンですね、 RTA ちゃんのやつとか、まあ、それが、使えるようになります。まあ、こちらね、毎月1回のこれ手動になるので、まあ、私も結構いつやったか忘れちゃったりしてね、無駄にしちゃうことがあったりするんですけど、まあ思い出した時にね、こういろんなチャンネル、まあまあそれは RIJ なりなんなりいろいろあると思うんですけど、自分が応援してる配信者の人とか、そういうところにね、ぜひサブスクライブやられてください。でそれとは別に、いわゆる通常のサブスクライブというか、月額課金するようなやつですかね、確か1ヶ月5ドルとかだったかな、ちょっとごめんなさい、細かい金額が出ちゃいましたけど、まあそういうサブスクもあるので、まあ私なんかはそれでサブスクしてますけど、あ、ちなみに私はこれ、キア2のサブスクをしてますね。キア2、まあ、キアが1、2、3とあって、まあ、1が多分ほとんどだけど、普通にやってる、その、500円ぐらいの、その、5ドルのサブスクですかね。キア2だと、まあ、その2倍ぐらいかのサブスクなんですけど、なんと、その、キア2でサブスクしていると、その、アイコンがですね、ちょっとした、こう、なんていうか、アイコンに何だろう、エフェクトではないな、まあちょっとしたこう、なんかアイコン反転するやつとかができたりするんですね。これどっからやるんだっけな、ちょっと忘れちゃった。あ、でも今なんか石油がサブスクを配ってたりしてますね。すみません、ちょっとまた関係ない話してる間に今これ砂漠の方まで来ましたけど、これ今マップのいわゆる左上の方ですねにあるヨルゼアですね。なのでまた次のダンジョンね、この砂漠の中のところに、ここの、この左のところに入り口がありまして、ちょっと敵の配置がきつい。で、ここがやっぱ、暗いとですね、これ敵に出会い頭でそのまま殺されてしまう可能性があるので、やっぱここ、光源は必須ですね。サクベスですね、サクジエの赤いやつ、多分スライムベース的な感じで、この洞窟も、そこそこ広いんですよね。マップは 6×6 の広さです。で同じマップの中でもいわゆるなんていうか分断されてて、出入り口が別、出入り口というか、そのマップのこの移動のやつが別であったりするので、ちょっとマッピングしないと結構きついと思います。しかも結構通路狭いところに敵がいたりすると、さっき言ったように、
敵の当たり判定っていうかね、敵とすれ違えないので、近距離の敵はまあこのそのまま同じようにこうやって攻撃もしてきますし、なのでまあ敵こう撃破はしていかないと、これ自作ベースは割と美味しい敵ですね。まあ、人気はそこそこ、お金は結構もらえるっていうですね。あとこれは選手の服、ここにあるのは回復剤と、あとキャンプセットもあったかな。キャンプセットは重たいので、RPG 上では無視していくかな。あ、正確に言うと後で取ります。あ、後でか。タイミングをずらして後で取ります。キャンプセットが重量3200ということで、多分今ぐらいのレベルだとまだ全然ですよね。でここにあるのがこの EJJ という、結構強い近接戦力ですね。でこれでメリケンサックがとりあえずいらなくなるので、まあ、ランタンの燃料とかも取れますんで、なかなか探索とかでボタンとしていると光源切ってしまうので、攻撃力が強いので、特にダンジョンとかハマりがちなのはやっぱこれもう今ゲーム内時間15時とかになってきてるので、結構ね時間忘れてこう探索してるともう10、20時過ぎて敵強くなって、あ死んじゃったみたいな時が結構あったりしますね。おっと結構多いぞ敵が。まあそういう意味でもね、そのキャンプセットとか持ってればそこで時間リセットはできるんですけど、まあいかんせんキャンプセットも重いから序盤持てないですけど、本当になんかいろんなこうジレンマがうまい具合に絡みついてるゲームです。ちなみに RPG のアイコンで結構最近もう一つも追加されてて、ギフトのやつとか一切音楽を聴いてるやつとか、ラップとあとカフェ、まあ、このゲームカフェを使うタイミングは多分ないかもしれない。あでここボスのとこ来ましたね。ここにあるのはこれそうです。ランプセットで選手していく、オイルも使って、でここに Windows ミニが、こうやって横からキンキンって高速で攻撃してくるんですね。まあ、うまく避けて、止まるタイミングがあるので、まあ、そこで攻撃してくると。こいつ結構速いので、これ今楽に倒してるように見えますけど、本当はこんな楽に倒せないです。ということで、赤組代表のみーちゃんを倒したことで、とりあえず白組赤組のうち赤組の何というか指示は得ることができたみたいな感じですね。でその先には宝箱がございました。スラスターブーツって移動速度が上がるやつ、これがあると結構で、キャンプセットを手に入れたばかりのやつ使って死に戻り、あデータを間違えたなかな A かな、はい、でキャンプセットを使ったときはこの山前から再開できますんで、まあいわゆるデスレーラーですね。まあその辺は結構いい感じにシステム作られてますね。さあそして8日目あすいません9日目になってます。8日目が一瞬で終わったので、あそうかそうかそうかそうだよ、
キャンプテント使って2位倒してだもんね。でレベルが8になりました。でですね、次に手に入れるのはもう一度砂漠の洞窟に入りまして、先ほどちょっと私忘れてたね、キャンプセットですね、あの4つ宝箱密集してたところのやつとか、あとはもう一個重要なのがコルトガバメントっていう銃の武器ですね。これこの後の狩りで非常に重要な、まあ、いわゆる飛び道具タイプの武器ですね。でこのゲームにおいて飛び道具タイプの武器もいくつかありまして、ただあのいわゆるセット品になってるので、その例えば弓だったら矢がいるとかね、もうコルトガバメントみたいな銃だったら弾がいるとか、まあそういうセット品が決まってたりするので、今ここに書いてあるこのなんかドット4号なんていうのかわかんないですけど、まあ、この弾、ちょっと銃に詳しいだから。ただあそこの店の弾は高いんですね。でその代わりにこのマップの一番右上にある雪の下を開幕直後的な、スタートのまあほぼ直後ですね、この上のマップに行って上左って行くと確かこのマップにあったかな、ここにコルトガバメントが入っておりますと、まああとは、どうするんだろうかな、あと一旦抜けるのかちょっとオリチャー発動します。はいはい。あのクリスタルの柱に入ってギャンブルします。ああなるほど。そうそう。ここにね隠しダンジョンへの入り口があって。あーあーすげえ。ここもう店、あこの上です、この上です、この上です。はい店来た。ここでめちゃめちゃ安い弾丸が売ってるのでこれを買って。さっきの柱はですね、朝6時に入ることで、隠しダンジョンに行ける。それ以外の時間に入っちゃうと、ランダムに吹っ飛ばされるっていうことなんですが、そのギャンブルに勝利しましたね。ちょっと重くなってきたな。あ、いいのか。キャンプセット。ああ。キャンプセット、この。物を捨てるの忘れてた。そうですね。DJJ はいらなくなって、あとまあ、ボール。で、ポルトガバメントは装備する。これめちゃめちゃ強いんですよ。めちゃめちゃ強いんですけど、こいつらも強いので。あっそうそう、これ一瞬で溶けますから。危ないですよ。もう私何度も、何度溶けてここに戻ってる。いや、でもうまいな。これは。そう必ずねこう入った時にメニュー画面を出してまず敵の配置を確認しましょう。ただ注意しなきゃいけないのはこのメニュー画面にたまに隠れていたりすることもあるので、そうするともう至近距離からガンガン食らいますけども受けますので、まあレティは、まあ、この通りあの一方向タイプ前にだけにしか出さないんですけど、チームはもうこの後ろ以外の7方向にも弾ばらまくんで、あすごい今絶対ダメージ食らうと思ってちゃんと避けてますね。やっぱダメージ食らう時にはこうやって一瞬時間を止めてちゃんとライフ大丈夫かっていう感じが出そうで、ガンガンは貫通するんですよ。だから複数の敵にヒットしますので、今のこのアタックだと、チルノは3発、レティは2発、まあ、確定じゃないですけど、たまに弾数を低弾数引くと、プラスするぐらいかな。ちなみに、RPA 上はさっき戦ったあのボンバーマンのヤルオプーなんですけど、私はまあちょっと、特別プレイしてたから、まあ、コルトガバメント手に入れた後に、
やるオープンナー行ったんですけど、あいつそしたら 2発で勝ちました、ね、それぐらい強いです。まあ、とはいえ弾の重量とか、まあ、その辺りもありますね。そこは注意しなきゃいけませんと。あとはそうそう、このレディーとチルノの、まあ、特にチルノがそうなんですけど、あんまりお金かけないんですよ。22タッポとかそれぐらいしかもらえないので、あの赤字なんですよ。だから RTA においても結構今ここはお金の単純なところも含めてかなり気にしてやらないと厳しいと。でとりあえず今獲得人気が半分になったので、とりあえず次のレベルまで行けますと。というところで一旦ちょっと進みながら、ここまで来ればで、まあ獲得人気は少なくなるけど、お金とかもらえるやつはねいるので、まあ、そういうのも倒せるって感じですかね。あとこれはまあ激しく忍者とかちょっと今のは言いたくないです。これは内藤ですね、いわゆるブーンですかね。ちょっとまあボインちゃんってことにしてください。さあということで、もうマップの右上から、ずっと来て、かなりスタート地点のところまで持ってくるんですね。そして、本当に対角のところにある、レグラスのラジオ局まで行ってまいりましたと。さあこれで11日目です。はい、11日目に来ましたと。まあとりあえずやることとしては基本一緒ですね。まだまだちょいちょい稼ぎがいりますね。あ、ちなみにですね、今まで戦った敵モデルで言うと、チルノはですね、なんと低確率ですけど、大当たりの兜っていうその最強の頭防具を持っているんですね。なので、それもしドロップできたりすると、一応この後、まあ、楽できるわけですね。取れなかったときは、他の装備とかでね、運用変更したりしますけど、チームはまあ人気200万円。これ結構、ずっとレベル上がるから、人気200万円。後半ぐらいに、10代後半ぐらいまでは確かに200いってたんですね。さあ、レディの声が非常に痛いです。50ぐらいになりますね。ちょっと HP 減ってる状態で2発食らうと落ちる。
ライフが10ぐらいですよね。なんかナチュラルに見えます。まあ、リティは人気は高いですけど、あとは多少的に、まあ、お金、剣、だからこのマップは割とリティ2体とチルの1体が湧くエリアなので、そう、今更ですけど、まあ、きちんとリティが湧くマップ種類と数が決められているので、人によってもここが稼ぎやすいとか多分あると思うんですけど、まあ、その辺を考慮してっていう。そうそう、まあ、なんで東方キャラが多いかっていうと、やっぱさ、この時代のなんていうんだろう、いわゆる二次創作的な事情もあるんでしょうけど、東方ってまあ基本的にはね、ガイドライン守っていれば、いわゆる二次創作とかそういうところってある程度グリーンになってると思うので、だからまあこういうなんていうんでしょうね、個人が作るようなゲームとかに関してはなんか割と素材として使われやすいですし、あとはまあ東方自体がね、まあ、割と設定とかキャラクター数も多いから、その東方とかの方がなんか不思議のダンジョンのゲームとか、とか RPG を作るだとか、まあそういうのも結構分かってますね。まあ、あとはやっぱりニチャンキャラとかもね、基本的にフリーですから、ブログソードはいらない。今の3体エグいな。チルノが開幕隣接してたら、これ絶対、マップ戻らないとダメですよ。人気、獲得人気がまあいつの間にやらもう減ってるので、まあまた一旦移動しながら、いやすごい、ここどんなの今抜けるか、あの弾もね、見た目よりはちょい当たり判定広いからなんだかんだ当たるんですよね。ゲームを少し下げていただきましたが、ありがとうございます。結構ね、このゲーム、音がでっかい上に、ゲーム内でね、ボリュームの調節ができませんので、マスターというか、こっち側で解決するしかないっていうね。ね、こう、インターネット、同時に。ドイツって私ですね。ちょっとお金足りないんで、お金稼ぎします。お金稼ぎやって忘れてました、はい、なるほど、まあ、この辺りの敵割と包丁さんは250前後手に入りますので、刺身包丁をドロップしてしまった。2個目。いや、そこそこドロップするんですよね。刺身包丁捨てつつ、大丈夫かな、多分大丈夫で、はい。あ、まあここからね、14日目ぐらいひたすら稼ぎますね。一旦隠れ里のよろず屋で補充しつつ、またレベルアップして、ちなみに私の世代でいうとやっぱね、フラッシュは結構そのあとっていうか、割とあのジフアニメとかの世代でしたからね。フラッシュもなんか最初ちょろっとなんかそういうのあったなーぐらいの。ショックウェーブとかもあったけどね、あれはその後消えたかもしれない。
ということで、これが12日目か。なんかね、昔の、あれですよ、あの少年ジャンプとかのサイトとかで、なんつうの、あの、なんか、まあ、作品のなんか、こち亀のゲームができるみたいな、そういうのはショックウェーブで動いてたと思います。あ、マイクロソフトのシルバーライトとかもありましたね。あれは何だったんだろう。なんか、そう、あったけど。あれも結局なんかなかったことだった。ショックウェーブはどこだったっけな。ちょっと忘れちゃった。いろいろ紆余曲折あって今に至る。何だったか忘れたけど、何かがね、シルバーライトでしか動かなくて仕方なく入れた。あ、今あそこのチームがハマってますね。たまにああやってこう敵ハマることあるので。シルバーライトサポート終了しちゃいました。残念ですね。ちなみにあそこの下はまあこれから行くことです。あそこにはそのさらにあのチルノとかレティがひしめき合っているえぐいマップ。お、今この配置おいしいですね。やっぱいっぺんに倒せると気持ちいいんですけど、ただ調子こきすぎて死ぬっていうのがあのお約束ですね。とりあえずあのマップ切り替わったところに直線上に敵がいれば、まあバンバン撃ってなんとかなる。ただこっち側向いてる時だけは注意した方がいいですね。特にチルノは多段ヒットしても溶けてしまう。さあ、あとはなんか言ってない基本的なシステムあったかな。そうで、これまでもまだ全然出てきてないですけど、センスっていうやつは、まあ、いわゆる MP があって、まあ、何回か行ってるね、あの砂漠のところのお墓調べると、隠れ里っていうところに行くことができるんですけど、まあ、そこにその人気を使ってスキルを覚えさせてくれるところがあるので、まあ、そこで、最大6種類ですね、まあ、順番に覚えていくんですけど、この RPA で使うのは、その同じマップに1三像っていうのがあるので、そこに戻ってくることができる、まあ、いわゆるワープスキルですね。1三愛してると、あとは一番最後に覚えることができる、無敵。あ、そうか、無敵時間あった。無敵時間ある。そう、忘れてた。そうだ、そう、最後の最後で無敵時間で出番あるんで大丈夫です。出番あるわ、ごめん、ないって言ったの嘘でした。ありました、無敵時間。ありがとうございます。あ、だからこそだよ、このデフォでニクさんの無敵時間がないからこそ、このシューティングスターが光るんですよ。あ、そういうことだったんだな。いや、やっぱよく考えられてますね。このさあ、今だいたい重量とかが1万ぐらいですかね。でキャンプセット使って死に戻り、これで13日目になったかな。13日目です。はいはい。で、レベルを10から11にアップしますと。ちょっと金足りるかな。あ、金が微妙だな。まあ、もうちょっと稼ぎ入るかもしれません。はい、まあまあ途中途中でね、稼げる敵とかはいるので、まあそういうところで適宜、そのあたりはやっぱりある程度ね、お金結構ずれてきますから、実際の運用では。まあチャート上の考慮もあるんですけど、まあその辺のなんというかアドリブ力みたいなところも求められますね。特にこの包丁さんはやっぱ結構稼げるので、まあ、今はもう
レベルが上がりすぎてこれ人気増減ありませんけど、そうワザップまだありますよね。昔大義林持ってましたけど、ジオシティーズが消えたせいで、ね、特にファミコンとかなんかスーファミあたりの貴重な攻略サイトが消えたとされている。海電子の木図になってしまった。フリーソフトはまあそうですね、ベクターか窓の森ですね。あ、そうそう、あのウェブアーカイブってやつありますよね。あのインターネットアーカイブっていうサイト、なんか、定期的にクロールしてサイトの内容を保存してくれてるっぽいですけど、まあまあそれも完璧じゃないですかね。私昔作ってたなんか黒歴史サイトとか確か残ってるんじゃなかったかな、あそこのインターネットアーカイブ。多分皆さんもおのおのあるでしょう。ある人は。昔めっちゃなんかそういうので遊んでましたよ。いわゆるあの CGI でその掲示板とかチャットとかやってたんです。あれですよ、だから その子をお世話になったサイトとかでいうと、トホホさんとかケントウェブとか、あとユイチャットとか、あのあたりですよ。みんなやっぱいろいろ出てきたな、ほら。ソースになんか仕込むとかさ。そう、永遠に工事中とか、その、切り板踏み逃げとか。すごい。チャットの流れがめっちゃ速くなったけど。カウンターがリセットされて、そのカウンターの隣にプラス何人ぐらいとかって、ね、リセットされるまでの数字をなんとなく書いておくやつとか、いろいろあるんですよ。マーキータグとかありますよね。とはいえ、あれですよ、あの不謹慎ネタは、まあ、最後ですけど、まあ、なんかちょいちょいメッセージ消されましたけど、出てる。いや、だから本当にそれ、フラッシュの前ですもんね、言うてみたら、ね。まあ、フラッシュもまだ。そういう HTML ソース割と主導の時代だったと思いますけどね。時間が17時ぐらいになってるから、ね、結構やっぱレベルも上がってくるとね、できればレベル上げきったぐらいで、あれレベルというかその次のレベルに上がる人気を稼ぎきったぐらいでね、ここに来るのも結構時間かかるので、
この稼ぎの効率とか。でももうなんていうかほとんど火だめというかダメージ当たらずに来てますからね。とりあえず19時で店は一旦閉まってしまうので、とりあえずこの辺りでアンダーマン補充キャンプセット使って14日目ですね。はい、はい、でまた宿屋に戻ります。とも、うちょっとで稼ぎ終了です。すいません。はい、この日に稼ぎ途中までというか、まあ途中で稼ぎが終わって、あとはその白組の陣地、さっきね、雪のエリアのところで下にこう入れるところあったと思うんですけど、あそこが白組の陣地ですね。あそこに突入していくと。昨日と同じでちょっとお金稼ぎします。はい、まあちょいちょい包丁さんで刺身包丁が手に入っちゃうけどまた出てきた。結構確率高いんだよな。もうちょっとだけ3本目、包丁。特に説明してなかったシステムとかあるかな。時間と重量はね、大体言ったけど。放題とかはまあ確かに昔の何時だっけ、22時から翌8時ぐらいまで指定した番号、テーマ番号に対して電話が固定ではね、受け放題になるっていうサービスがありました。もちろんね、普通の通話にも使えるんだけど、まあやっぱ通常使うのは、ね、このダイヤルアップのインターネットのアクセスポイントの電話番号を指定して、まあそこへの、いわゆるネットを接続してがやりたい。固定料金ができる。あ、で、ここね、白組陣地入りましたよ。ここ結構エグいですよ。ここに結構いろいろアイテムあるんですけどね、やっぱ装備品とかは結構重量があるから、初見プレイだと手に、今手に入ってるなみたいなところが結構あったりします。おっすごく微妙なところ今の判断が。本当に危ないときはもうちゃんと画面外に逃げる判断をしないと、ちょっと欲を出してね、いけんじゃねえかっつって連打げをすると返り討ちに遭います。
コリア諸島とかってあれだっけ、 CGI ゲームみたいな感じだっけ、なんかありましたよね。まあ、CGI のゲームっつってもね、別にあのブラウザの画面遷移しかできることがないから、なんかどっちかっていうとアドベンチャーゲームみたいな、まあその中でもね、なんていうか割といろんな工夫して楽しめるゲームになってるやつだったんですけど、アボンですね。あはこっちがアボンするこっちがアボンする危ない。これも、もうかなり強い近接の武器ですね。危なかった。まあ、いわゆるあの2チャンでね、レスが削除された時のアボーンですね。で、この武器はレベル12になっていないと確実にちょっと使いこなせる、いわゆる、扱える重量がね、ミクさん扱える重量になってないので、レベル12だとまあ確実に扱えますよっていうところで、今もレベル12になったのかな。おお、今の一発で済んだ。これ自分だけで避けられる気しないですけどね。で、ホーリーカザギリの兜がないので、はい、こっち、あ、そうですね、アペンドの走行取る、ここでアペンドの走行、さっき言ったチルノの超レアアイテムで最強の兜を手に入るんですけど、それがないとちょっとここでアペンドの走行っていう、まあいわゆる手に入らなかった時用のねアイテム、ただ結構重量が重いので、このあたり、まあ、お金とかも捨ててちょっと重量調整しますかね。あと何だ、2000ないぐらいか。解毒薬も捨てての、安全ヘルメットも一旦捨てた上で残り500ぐらいか。500ランタンもう一回、いやー、ランタンを捨てると結構ランタンもそこそこしますから、4000いくらとかしますからね。でこれ2万5000だから、いや回復剤全部っていうのは、食料食料を一回もう消費してしまって、あー、それで500確保して、 S オイルは後で買うので今いらないはずなんだよな。チャートの確認、この辺りのこの辺りの判断が求められますね。 S オイルは捨てて大丈夫、オッケー。もうこれでいいとこ行きましたね。はい。これでアペンドの走行の分の重量確保して。っていうかあれですね、すいません、コルトガバメント捨てなきゃ。ああ、もうとりあえず。これを捨てるの忘れてた。ああ、そういうことですね。あれです、あのアペンドの走行取った場合は、もうこの段階でコルトガバメント捨てないと重量がこうなります。はい、なるほど。で、まあ、もし氷火災の兜が手に入っていた場合は防御力がそっちで賄えて、なおかつ軽量になるので、コルトガーウェムとほぼ最後まで持っていくことができるっていうのが違います。なのでここから先ちょっとリセット地獄になります。なるほど、やっぱそこは重量問題がどうしてもございますと。あー、ここで回復剤3になっちゃったか、慎重に行かないと。こうこれはいけない、ある程度プラス5回復剤があることを前提とし、ここまで残っていることを前提としたチャートにしてるんで、はい、ちょっと慎重に使わないとすぐに息切れします。なるほど、そして20になってました。すいません、見苦しいが、こうでもしないと RTA 的に走れないゲームなんです。そうですね、さっきみたいにもう分断されたマップの向こう側にいる子パターンまでちょっと
吟味しないとさすがにきつい。このチリの7体エリアがここで、あ、なるほど、そうか、キャンプセットがあるから、で爆発してやり直せば、まあさっきあの序盤の方にやりましたね、あの桜のエリアで、これで全部消える、はい、でここでボスですね。まあちょうどキャンプセットでセーブもできてるので、はい、これは天野義隆さんが描いた野郎ですね。天野も力を得し野郎、めちゃめちゃ素早い動きをするのでなかなか捉えにくいんですけれども、真ん中でこう真ん中に来るような動きになっているので、なんか上の方にアドビフラッシュプレイヤープラグインが必要となっている。これがなんか背景があれなのかな、2009フラッシュ合戦とかって書いてあるのかな。ちょっとあの端っこの方がマップで見えてない、ちょっとライフが、あ、はい、ここ何回か負ける可能性がある想定です。一応そうですね、まあとはいえリスタートはすぐにできますんで、まあでもいい感じです。入ってる。基本的に当たり判定はこの四隅から出てくる玉だけかな。槍自体に当たり判定はないようなので、まあちゃんと玉さえ受けていればってことですね。結構当たると思う。20% ぐらい削られましたね。常に弾丸の方向を気にしながら。はい、でこっからがこっからもちょっと、はい、こっからも、はい、ということで、白組代表のヤルを、そして帰るこのマップを帰る、お、これはいいパターン引いたか、おお素晴らしい、あそこの狭い通路にチルノが詰まってたりするとトンボもいけません。コルトガマンではないので近接武器しかないので原則的に敵を倒して進むというのは無理ですね。あとは回復剤とかの都合もありますけど、このマップから生きて帰ってくる。回復剤あと1個と、まあ食料も一応あるけど、ちょっと辛いかこれは。大丈夫か。まあ本当はね、このマップに入った時にシューティングスター覚えてきたっていうね、コナンのセリフがあるんですけれども、
シューティングスターで無敵時間になって、まあ、さっきのようなね、チルドのエグい地帯を突破するっていうのが、まあ、一応、このゲームの設計みたいなところですけどね。ある程度はそんなことしてる暇はありませんので、行きはキャンプセットで突破するし、帰りは気合で突破するし。で、一旦ラストの回復札を使っておきますか。ここはまあマップの切れ目なので、こうマップとマップを行き来したりしてね。うん、なかなか、いやこれはいい。さすがに慎重になってます。さすがにこれはね、またここで死んだらまたやろうから やり直しですから、ね、さあとりあえずここは抜けた。ちょっと回復剤の補給をし、あセーフ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 。セーフ。セーフ。いや、生き残ったな。ちょっとお金、大丈夫かな。とりあえず回復剤等々。止まった。いやー怖い。危ない危ない。怖い。さっきのとこで止まってたらもう。これボス戦中に打ったらやばいんだよな。はい。まあとりあえず、北道を戻りまして、まあ、この後のイベントですね。とりあえず、ストーリー的には、赤組のミータンと白組の代表のヤルを両方倒して、まあ、その力を認めてもらったっていうことで、紅白ブレード、序盤にね、あの桜の木があるところのマップのど真ん中に安置したんですけれども、まあ、それの力が戻っているという。まあそういうところで再び紅白ブレードの元に行くと、まあその前にちょっとね準備はしますけれども、あ、コンプだ。でも、つけますか、せっかくだし。もうつけてくれ。あ、ただ、すいません。氷飾りの兜を取ってないほどのチャートなので、多分重量場になったら真っ先に捨てます。そうだね。てか、多分なります。うん。で、ここ何気に19時にギリギリになる。割と。あ、そう、危なかったですね。コンプは、ダメージ表示が出てくるっていう。アイテムですね。まずこうして足りてる500ちょい。そうですね、お金が4000か。今行こう。はい、さあとりあえずここを出たら島の中央に向かいましょうと。そっか、この後島の中央戻ったらコンプ捨てますね、ごめんなさい。はい。あ、なんか BGM が鳴らなくなってる。たまに鳴らなくなりますよね。そうですね、中途半端な時間帯。なんかそう、ホラーゲーム。あ、でこれはダメージ表示出てますね。これ60何歩とか、それがさっきのちょっと偶然拾ったコンプのアイテムの力なんで。まあここになってくるともうリリー・ホワイトからの火だめが1になっているので、あれだけ序盤、あ、5になった。あ、そうですね、まあ夜になるとねちょっとダメージ増えちゃうので。
さあ、とりあえずここで着きましたね。そうすると、あーで、これでまたね、この BGM が変わるんですよ。ちょっとアレンジ的な感じの。この音楽すごい好きです。これほら、オーラが出るんですよ、このビームみたいな。注意しなきゃいけないのは、画面内に一発しか出ないので、剣は触れるんですけど、このあれが出てる間に出た剣は、まあ普通の素振りですね。BGM 消失が、リリーホワイト倒すと結構ねお金が手に入るんですね。だいたい400前後。BGM 戻ってきた。さあ、そして15日目の動きとしては、まあ、このあとそのストーリーの流れに沿って、この紅白クラッシュ板の掲示板ログ、いわゆる脱刀ですね、集めに行くという。一応紅白ブレードの力によって、まあ、大体どこにあるかっていう指針みたいなところは、アイテム欄から確認するとですね、どこどこに力を感じるみたいな表示が出たりして、まあ、分かるようにはなっています。まあ、それが計7個集めなきゃいけませんと。攻撃もね、そこそこ痛いっていう。で、ここにあります、ね。で、まあ、7つ落ちてるんですけど、そのさっき言ったアイテム欄からは、まあ、当然、その、なんていうか、順番にしかわからないんですけど、まあ、一応それは、まあ、フラグっていうことでもないので、まあ、きちんとその場所さえ分かってれば。もうその場所に直接行けば集めることはできます。最初のところは確か、スタート地点にあるところが示されると思うんですけど、まあ今のところは。まあまたその別のとこですね。やる大きなエリアというか、ここの海のエリア。なのでしばらくはまあこれをひたすら集めていきますと。まあ途中途中ちょいちょい稼ぎやらも含みますけれども。ここはスタート地点ですね。ちょっとキラッとこれ、なんか見えにくいですけどね。で、二つ目のダットのかけら。ミクちゃんも眠いんですけれども、ね、でも ロイドじゃなかったのかっていう、あ、ちょっとずれてたかなと。さあ、ここで隠れた後にもこのダットのかけらがあるので回収しておきましょうと。これ6時間に合うかな。ギリにやるかもしれないです。あー、隠しダンジョンの
間に合わなかったら12分ロスなんだよな。隠しダンジョン6時にしか入れません。で、6時になる方法は待つしかないんですね。6時キャンプセットは朝9時になっちゃいますし、泊まったら朝7時になっちゃいますし、あと1時間15分であそこの砂漠地帯のあそこまで行けるか。敵に突っかかりたくはないですね。それもロスなんだ。あーっとこういうのが嫌だ。こういうのも嫌だ。一応6時半ぐらいまでは入れること確認してるんですよ。ああそうなんですか。6時59分まではいけるのかなーって、そこまでちゃんと検証してるわけじゃないですか。ああなるほど。あと砂漠地帯まで入ってもこの中入っての間に合いました。ほう間に合った。で入るとこの隠しダンジョンですね。この辺りもあの途中にいるモナーとかがヒントくれたりするんですよね。でここに出てくる敵は、まあ、通常よりもパワーアップしてるかな。でここ、この激しく忍者、こいつ、ここがね、稼ぎポイントです。こいつの性質として、このミクさんがこう、なんていうか、マップから出現した時の位置に応じて、この出現位置があるので。うるさかったら言ってくださいね。絶対ここうるさい、ね。結構うるさいです、これ。この人数分の音が出てますんで。固まってうまくこう倒せるといいんですけどね。じゃあ一回ちょっと音量下げますか。はい。結構、ね、ガシンガシンガシン。ちょっと3分の2ぐらいにしました一回。はい。しばらく単調作業です。はい。230人気230の290カポですから、結構。リズムに対してはね、効果音が結構でっかいから。とりあえずこの15日目の動きとしては、そのラスボス戦対策の稼ぎと、あと伝説の盾の入手、そして、今途中までやってますけれども、ダット復元の3つをまあ割とこう並行して進めていくような感じですね。今、ダットをまあまだ途中までしか、3つぐらいかな、取っていないので、でまだとはいえ、これ隠しダンジョンの時間とかもあるから、まあそこの時間を有効活用しつつ、6時になったらこのダンジョンに入って稼ぎを開始しましょうという。あ、今16日目ですね。で、あ、そうか、キャプセット使いました。そうですね。で、16日目の人気稼ぎ中です。うん、どうしようかな。まあ、明日とか17とか18日目だったらかなり余裕があるんで、うん、まあ、そのタイミングでいろいろ。はい。いや、まあ、ちなみにコメントに忍者スレイヤーは流れてますか？忍者スレイヤーいや、忍者爆発したみたいな。フラッシュ世代ではないな、ネタが。なるほどね。流れてなかったかな。あいえってね。この隠しダンジョンがさっき言った、この砂漠のエリアにあるんですけれども、4つの柱はまあ明らかになんかありそうなところなんですが、残念ながら AM6 時台というね、このゲーム上あえて待たないとなかなかこの時間帯になることがないっていうところじゃないと入ることができないということで、まあとはいえ
まあ、モナーがね、その、どっかにいるモナーがそのヒントを、確か序盤に結構いたと思うんですけど、ね、結構序盤にいたモナーがなんか、6つのうんちゃらかんちゃらとかって言ってたような気がするけど、お金はもうガンガンある程度捨ててきますね。今もう人気結構稼げてきちゃってるので、激しく忍者のこの人気獲得がこれ今38とかになってますけど、まあとはいえもうこのままがっつりもう稼いじゃいます。で、AM6 時以外に、6時台以外に突入するとまあどっか別のとこにランダムワープしちゃうんですけど、まあさっきね、折りチャーというか、アドリブチャートで、マップのね、北東のにある雪の地帯のお店に行きたかったんですけど、見事ね、そこに近いところに飛ばされて、まあ、短縮できたっていうところがね。で、内部に出現する敵とかは、まあ、こういう激しく忍者とか、ホライズンみたいなやつが出てくるんですけど、やっぱり能力値とか獲得人気とかタポは大幅に強化されてドロップ内容も変化しているので、まあ稼ぎポイントということですね。ここの洞窟もまあ一旦ちょっと稼ぎが終わりましたね。したらここの砂漠のヨロズヤで一旦すごい色はさっき1個捨てたんで4個にします。あ、そうですね、3個までって書いてある、ね、さっき捨てました。食料何個持ってたっけ。で、プラ3プラ5はまあ限界まで購入しまして、食料6個も持ってる。忍者が限界に応じやっぱり食料回復剤はまあ適宜調整、結構ありますね。1100。あと570ぐらいですね。あと1個だったら今使う。食料が500なので、あとまあ70ぐらいだから、まあ回復剤1個分ぐらいですか。解毒薬。お金もある。回復剤捨てるぐらいだったら金捨てます。なるほど。もう1000タポを捨てていくから。いや、ミクさんお金持ちだね。お金ばらまいてますよ。ミクさんはもう派遣取りましたからね。あ、ということで、一旦稼いだ人気によってまたレベルが、これで2つ上がるはずなのかな。13から15。で、そしたらまた隠しダンジョンに入らないといけないですね。あ、違うか、その前にあれか、砂漠の洞窟で一旦打倒中のかけらがあそこに2個あるんですよね。結構えぐいんですよ。アイテム欄の紅白ブレードは、そのこの今いるフィールドマップにおいて、その北東にあるとか東にあるとかっていうその方角を教えてくれるんですけど、ダンジョン内はちょっとね、そこまでは教えてくれないので。だから最初ビビりましたよ。ダンジョンに入るところがあるマップで、なんかこの付近って言って、ねえじゃんと思ったら、もしかしてダンジョンの中っつって。で、別にダンジョンの中に入ってもさらに教えてくれるわけではないので、まあ初見プレイならランダムつけて探すしかないと思います。ちなみにここの左は一番最初に撮ったメリケンサックがある宝箱の島ですね。お世話になりました、その説は。もう捨てましたけどね。まあ、このゲームの仕様上、捨てるのはもう致し方ないですよ。その余計なアイテム持ってられませんので。まあ、大体時間的にはね、まあ余裕あるっていうか、また次の隠しダンジョン入れるの6時なので、
とりあえずまあやることはやっておけば、まあ、時間の節約というかね。とはいえやっぱ夜になると敵の攻撃力は結構怖いので、やっぱそこそこ食らいますね。あ、そうそう、やっぱこれ近接タイプの敵はこれが怖いです。もうすれ違おうとした時にボンボンがね。今のもやっぱね当たっちゃうんですよ。近接タイプの敵はこれが怖いですね。弾吐くタイプの敵はあの敵本体には別に当たり判定ないんですけど、まあ近接は当然その本体自体に当たり判定があるんで、もう横位置がずれてて、まあ、つまりそのすれ違えない状態とかだったら、まあ、大体攻撃受けますよね。そこがまあ注意ですね。はい、でここにまず1個で、もう1個あるんですね。もう1個はあのボス戦、ミータンがいたところ、そうか、ここでようやくこのキャンプセットの回収するのか。なかなかちゃんとやっぱ考えられてますね、そのあたり。このここにキャンプセットがあるやつをどのタイミングで使うかと。やっぱ倉庫的なのがないですし、やっぱ重量問題っていうのがあるので、こういうね宝箱とかで手に入る貴重なアイテム、まあそんな多いわけじゃないですけどね、このゲーム宝箱。大体は装備品とかだったりするので。まあそこやはりきちんとチャート上で、どのタイミングでどれを使うかっていうところを。お、今のもちょっと怖いですね。今のよくすれ違えたな。ニマスはね、やっぱね、すれ違い難しいですね。本当にドットがずれてるだけでも、同じマスにいるというか、そういう扱いなので。さあ、そろそろ、ボスマップに。来ましたね、ここがボスマップで、ここの絨毯のところにダット落ちのかけらがありますと。うん、やっぱだからどうしてもランタンはやっぱ必要なんですよ、これ。そう、あとやっぱこの出会い頭も怖いですね。玉吐くタイプの敵は出会い頭で、まあ隣接してると当然無敵時間なしになるの、玉が連発ヒットするので危ないし、こういう近接タイプの敵も結局なんて言うんだろうでしょう、すれ違えない都合上マップ切り替えた瞬間に例えば2匹いたりすると、もうそのまま移動もできずはめられた状態で攻撃を受け続けるっていうことになるので、今みたいなね、 今のは1匹だったし、広いところだったから、開けたところだったから、まあそのまま行けましたけど、これは結構気をつけてないと。さあ回復剤もね残り少ないので、なかなかそのあたりの運用が、まあ少し時間はかかるにせよ、こうやってある程度剣のビームで安牌取りますかね。無敵時間さんの仕事は最後に来ますから大丈夫です。ガンのようにね一発一発で撃てるわけじゃないので、ビームが最後画面外に聞いてくれないと次のが出せませんので、ちょっとそこも含めて
紅白ベレード、まあ強いは強いんですけど、あ、でも今の1マスよく一瞬で張りましたね。あれ結構調整いるんですよ。やはりそのあたりは精度高いですね、操作精度。あれ簡単に言ってるように見えるんですけどね、このゲーム1マスに入るのめっちゃ大変です。さあ、そしてほう時間も結構いいとこですね、これ。はい一旦一旦一息。まあここはもう待つしかないところなので、装備変えとこ。5時になって、このリズムに乗ったこの動きね。テンテテ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 。じゃあちょっとそろそろ話をしてもいいですか。はい、お願いします。はい、なんでこの RT 走ってるのかっていうと、まあそもそもヤロクエスト自体知らない人がほとんどだと思うので、まあこのヤロクエスト自体はまあその昔フラッシュ動画板の紅白フラッシュ合戦という、まあフラッシュ黄金時代から続いているようなフラッシュイベントで2008年ぐらいかな。まあちょっとうん、あ、ね、下を一回入れちゃうとこうなります。2008年から2014年までの間、毎年高橋さんがすれに投下し続けていたというか、はい、紅白フラッシュ合戦に投下し続けてきた、まあいわゆる2ちゃん系のと。2ちゃん系のアクションロールプレイングアドベンチャー的な何かですね。はい。で、まあ、全体的なゲームの作風としてどういうレベルデザインがどうなっているのかっていうのは、もうこのゲームを見ればなんとなくわかると思いますが、全作品こうです。はい。はい。はい、でですね、まあ、こんな作風をしてしまうと、当然なんかもう、プレイヤーと、ゲームの間で殺し合いみたいになるんですよね。で、ちょうどね、例えばそうだな、このゲームいろいろと熊野プールさんのホームランたらかんたらと結構共通点があると思っていて、年末にインターネット上の掲示板で行われる祭りであり、誰もが知っているキャラがプレイヤーキャラクターで、フラッシュゲームで、ゲーム制作者とゲームプレイヤーの間で戦争が始まるみたいな。なるほど。なんかいろいろと共通してるなと。でですね、まあそんな感じなので、毎年血まなこになってこのゲームやってる人が、まあ一部にはいたんですよ。私もその一人で。はい。で、まあ作者の人が、ヤロクエスト3ぐらいだったからかな。なんかまあそんな感じで、そんくらいの頃から、今年一番早くクリアしたの誰ですかみたいなことを、おお、サイト上で発表し始めたんです。まさに初見 RT ってたんですかね。初見 RT 一回みたいなことを、要は、はいはいはい、あ、なるほど、ね。毎年この時にあったと。年末年始に初見 RT 一回みたいなことを事実上やった我々は。なるほど。っていう経緯もあって、じゃあせっかくだから本当に RT してみるかっていうのが、まあ一つのきっかけ。ああ、そうだとね、やっぱそのきっかけになるところがありました。まああとはあれですね、エンディングテーマ聞いてもらいたいんですよね、 RTA イベント的に。めっちゃいい、めっちゃいい、これめっちゃいい。そう、 RTA イベント的な意味でエンディングテーマの歌詞を聞いてほしい。そうそうそう、めちゃめちゃいいですよっていうのが理由かな、大体、うん。で、このゲーム、まあヤロウケスト2357には高難易度モードがあります。はいはい、最初チラッと見た武士モードってやつが高難易度モードなんですけど、はいはい、まあクリストファー・ロビーと同じオーラを感じるので
まあ年末までに挑んでみたい人はどうぞ。私は2015年に倒すことができず、今年やっとリベンジしました。2015年から。さあもうお金がね邪魔ですね、こうなるとね。まあでも今回はねもうロビー打倒されましたから、ポンズさんとハリガネさん、あれは別にあのレースではありつつもあのチームなので、まあそうです、ね、どちらかがロビンを倒せば勝ちと、我々の勝ちですってあの言ってましたんで、勝ちましたって。ちなみにちょっと そっちの話になっちゃうんですけど、その後ね、あのまあピアキャストという配信サイトを中心にですね、その昨日の20時ぐらいかな、なんかありがとう熊野プーさんホームランダービー大会みたいなのやって、なんか40何人とかがスタートされて、まあ、おのおの敗北したり、まあ、ロビンをまで倒せたりとか、まあ、おのおのの結果だったと思いますけれども、まあ、そういったイベントもしていました。ないか、そうそう、ダブルヘッダーですか。ポンズさんとかだからダブルヘッダーですよ。その日の昼にやって。ナイターまで。激しく忍者とかはあれだね、なんか激しく何ゲットとかっていうのはあって、なんか実況スレとかでさ、激しく777ゲットとかって結構ギターで取るからすごいんですよね。あれ本当なんかどうやってんだ、なんかスクリプトでも使ってんのかわかんないですけど。さあどこらへんの。ナイターの方でも35分でクリアして3位取れました。それでも3位なんだな。このダンジョンは敵この3種類かな。このホライズン早いからね、結構いやらしい敵が多いんですね。ポッポちゃんとかも、あ、ここに伝説の盾があります。ちなみに盾は、銃とかのいわゆる飛び道具アイテムは併用できないので、使うとなったら必ず近接武器とのセットですね。ルーンがもう出口を塞いでるからね。ギャンブル。ギャンブル。おー、スタート。なんかワープは両方ともうまくいった。すごい。さあ、ということで稼いだところなので、レグラップ。レベルアップが多分今15から17までいけるのかな。で17になって、もう、まあこれもまたあれですね、そのまままた隠しダンジョンに。まあ21時なので、まあもうちょい時間はありますけどね、さっきに比べると。でってってで何が起きてるのと言われても、まあでも宣伝してくれてるんでしょうね、人気を使って。あのラジオ局でとなんかニックのいろんな曲を紹介してるんでしょう。宣伝ですね、宣伝。さあ、あとは、はい、6時まで。ワープ成功したんで、4分くらい暇になりましたね。まあ、確かに、はい、ワープの。失敗するとギリギリになります、これ。さっきの、北東に飛ばされるとギリギリになります。あ、そうか、そうか、もう、そうするとね、北東のマップから、そこのラジオ局のマップが対角の南西なので。
あ、でもだってコーヒータイムあったな。あったわ。嘘ついちゃった。コーヒータイムないです。ああ、まあちょっとだけある。ある可能性はあるぐらいの。ある可能性がある。ただまあ本番一発ってことも考えたわりかし安定めなチャートになってる、ね。そうですよね。今回。あのなかなかね。まあ今回あの突然フラッシュお別れ RTA 会が発表されて1ヶ月ないじゃんみたいなことになって、はい、2週間で急いでチャートを作るっていう形になってしまったので、まあチャートの連動的にはどうなんだろう。あのというか昨日、はい、このゲームの RTA 勢がいないかと思われたら、なんかヤロークエスト RTA の人ってツイッターのプロフラに書かれている人にフォローされてしまったんですけど、まあ、本当RTA 勢いたのか、いや、RTA 勢いたのか、マジか。まさかの出会いが、まさかその人の方がうまいのでは。まあまあ、まあ、私は2週間しかやってないですよ、このあるあの。ちゃんとした RT は2週間しかやってないです。で、初見ある、ああ、そうだ。これさっき言ってなかったんですけど、あの、はい、毎年誰が一番早くクリアしたかっていうのがホームページ上に出てたって話あったじゃないですか。はいはいはい。はい、セブンは私です。おー。Twitter とかでは言ってないんですけど、多分作者にだけ分かるような言い方をすると、まあ一字一個覚えてるわけじゃないんですけど、はい、ウェブ拍手のコメントで、はい、なんだっけな、このゲーム多分戦い方そのものよりも稼ぎ方の方が重要なゲームだなって感じたっていう感想を送ったのと、あとなんかその場で1個バグ報告をした覚えがあります、はい、へー、まあ、このゲームちゃんとアップデートされてて、あのバージョン 2.01 ってサイトに出てたと思うんですけど、出てましたね、出てました、出てました、ちゃんとバグフィックスはされてます。へー、そう、ウェブ拍手ウェブ拍手っていう単語ありましたね、ウェブ拍手しれっとその単語出していた。いやでも確かにこのゲームやっぱ稼ぎ方ですよね、はい、結局のところ、まあ、で、はい、多分その感想を送ってしまったことが原因で、あの、はい、ミクさんのレベルが上がりすぎたら一部の敵のパラメーターが情報修正されるようになりましたっていう更新情報が後で届きました。おや、もしかすると影響を与えてしまったか。いや、やっぱりあれですね、80年代ってやっぱりゲームクリエイターとプレイヤーの戦争ですよね。いや戦争多分その頃の空気を重く受け継いでいるというか、そんな雰囲気をひしひしと感じるのがこのシリーズ。いやすごいですね、やっぱそういうこの試合っつってもね、まあなんていうか、もちろんね、お互いの信用あってのそういうやり取りですけどね。作者はハードモード系クリアしてるんですかね。かなり率直な疑問。まあよくなんかそういうムズゲーとかって作者本当にクリアしてんのかよみたいな。一応通常モードはちゃんと自分でクリアできることを確認しますみたいなコメントが割と出てきます、うん、今だとマシュマロとかなんか、ね、そういうやつですね。昔で言うウェブ拍手はさあ6時になりました。まあ、ミクさんは眠いそうですけれども、頑張って行きましょう。あ、でもそうか、もうすぐに寝れる。3時間しかやってないけど。ミクさん、3時間睡眠。いや、今日は徹夜しますよ。稼ぎだから。でもミクさん、そう、ロイドのはずだけど、眠くなるし、腹も減るし。人間だったんだな。寝てねえわ、三沢はまあ割と新しい、まあ、新しいイメージあるけど、あれもいつぐらいなんだろうな。ツイッター始まってだっけ、忘れちゃったけど、どこで有名になったんだろうな、あれ。三沢もなんかまだ、個人的にはまだ新しいぐらいな感じなんですけど。いや、でも古いよね。あれってニコ生で言うとき、あれ、どこで、あれって広まったんだっけ。そう、忘れちゃったな。
ツイッターは10年ぐらいだっけ、なんか、あれだよね。あなたはなんかツイッターを始めて何年目になりましたみたいな、やつをなんかちょろちょろ見たことあるけど。2007か。ってことは13年ってことか。その前はまあ、ミクシーとかだったか。その前は何だったろうね。あ、でもブログとかはありましたもん。まあ、ブログは今でもあるけど。ブログっていう前は、あれですよね。多分、ウェブ日記とか多分そういうやつでしたよね。システム的には変わんないけど。本当に前までに辿っちゃうとそういう時代になってくる。ブログは結構いろんなところのね、ポータルサイトなり、もしくはプロバイダーなりがこうサービスしてましたよ。そう、だからブログが出る前は、このホームページの、その普通の、まあなんかね、ソフト使うなり、タグ打ちするなりの個人サイトの時代ですね。その後にやっぱそういうブログとかが出てきて、いちいち、ね、まあレンタルスペース借りるなり、もしくはプロバイダーのスペース借りるなりで、まあ個人でね、やるよりも、そう、あと、ハテナダイアリーとかですよ。あとなんかライブドアブログとかいろいろあったと思いますけど。アメブロとかね、まあ、そういうので個人がまあ気軽に情報発信できますよみたいな。いまだに私だってあのブログのトラックバック機能ってあれ何のためにあるのか分かってないですからね。 あれについてちょっと教えてくれる人募集してます。今稼いでるのはレベル18およびレベル18プラス先生4つですね。はい。が、計4万5100の人気がいりますと。RSS はね、まあまだわかる。あの、要はいろんなブログとかの、その、更新情報とかを取れるから、まあそういうのをね、いろんなところ登録して、いわゆるアンテナみたいなのを自分で作れるっていう。あ、だからなんか、ハテナアンテナとかもあったよね。あれ結構俺使ってたんだな、ハテナアンテナ。あの、個人サイトの時とかだとさ、更新されたかどうかがさ、いちいち見に行かないと分かんないんだけど、ハテナアンテナ使うと、その直接総数探しに行って、それのサブ見て、あ、このサイト更新されてますねっていうのが分かるから。まあ今やね、そんなのもう誰も個人サイトなんてやってないから、多分そういう RSS とかに多分置き換わってると思うんですけどね。あ、ちょっと順番微妙に間違えたな。そう、大丈夫かな。先にちょっと買い物はします。はい、とりあえず動けるよ、ね、動ける。で、先にセンスを4つ回収。はいはい。そう、今だったら Chrome のブラウザ通知とかもありますからね。結構やっぱいろんなツールとかになってきて。割とそのウェブでサービスやっていたやつが、そのなんかブラウザの拡張機能とか、そういうところである程度、なんというか、置き換わるようになってきたというかね。そういうところはありますよね。あ、ごめんなさい。今ちなみにどれくらい時間経ってるんでしょう。あ、どれくらいでしょう。私も配信画面の方見てなかったから、ちょっと見てみますか。タイマー2時間11分、2時間12分になったことですね。
2時間半以内に終わるかどうか、いや終わんないか2時間35分ぐらいかな、はい、序盤死んだのがちょっと痛いかな、ギリギリですね、まあ、本当エンディング全部流そうと思ったらギリギリぐらいかな。了解です。ネットスケープナビゲーターね。あ、まあいいや。昔だってなんかパソコン系の雑誌みたいなやつについてるフリーソフトとかめっちゃ重宝してましたからね。あれになんかだいたい IE とかネスケも入ってましたね、まあ、IE は基本 Windows にもう組み込まれてるからあれだけど。あ、クイックタイムとかあったね。 Apple のやつでしょ。ペルソナウェアあったね。なんだっけ、あのいわゆるなんか右下にあのキャラクター出てくるやつでしょ。あれもでもね、なんか今でも ありそうな、まあ、割となんていうか形を変えて、まあ、今でもなくはないみたいなとかあるよ。そうそう、だからフリーソフトの作者とかが、まあだからそういう雑誌編集してる人とかもね、やっぱいろんなソフトをこう載せたりとかしておきたいから、まあ、おのおのこう、フリーソフトの作者にお願いして、多分収録していいですかみたいな。まあ、そこに金銭は多分発生してたかどうかはちょっとわからないけど。まあ、でもね、作者としても、宣伝になるならぐらいのところで。で今向かってるのはこっち側にもね、ダッコーチのかけらがありましてね、また行かないといけないんですよ。でもそこそこレベルも上がってますしね、ある程度最初に来た時よりかはまあ多少まだ安定するかなっていう。意外と Win98 とかのソフトも今になって動きますよね。まあ互換モードがあるからっていうのもあると思うけど、意外と動いたりする。さあ、ここは？ああめっちゃひしめしてきた。お、これはいい配置か。この上です、上です。すごい。そうで、センス手に入れると一応回復スキルが手に入るので、ゆっくりしていってねが。で、13愛してるがこのワープスキルですね。隠れたとの13像まで、ワープすることができますと。お前を消す方法はそれはあれでしょ、オフィスのイルカでしょ。あのイルカ邪魔でしたからね。アシスタント的な。あ、そして再び時間も近づいてきていて、隠しダンジョンのところですね。これが最後のジャンルになるかな。そうですね、これで最後です。次が最後です、はい、とりあえずチルノのペア兜は手に入らなかったので、まあ大体で普通に売ってる鉄の兜ですね。重さは同じ5000なんですけど、鉄兜3000に対して氷飾りのチルノが落とす兜は50っていうところで、まあ20違いがあるっていうね。
あとはまあ、覚えたセンスは、まあ、さっき使ったのは、ゆっくりしていてねっていう HP 回復スキルと、あと、1、3、愛してるの、ワープスキルですね。あ、そういえば、ポスペとかもあったね。インターネット老人化したらもう終わりのところまで来ましたね。剣アボン。こっちの方がね、攻撃力自体は高いので。攻撃ペレードはまあビームとかがある分ちょっと攻撃力が落ちる。はい、では最後の仮でございます。ミキさん今度は休憩なしでこのまんま、さっきは3時間だけ眠れましたけど。あ、 Windows のスクリーンセーバーで迷路ありましたね。迷路ありました、ありました。あの出口のない迷路を延々さまよい続けるスクリーンセーバー。あれか、もしくは、なんかパイプが常になんかぐる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 、ぐるぐるというか、なんかパイプみたいなやつがこう、うね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 してくれ。今やいないですけど、会社入ったばっかりの頃だとなんかね、スクリーンセーバーとかに、なんか、外出してますとかってなんか、次は離席してますみたいな、スクリーンセーバーにしてる人いましたね。今やね、いちいちそんなことやってる人いないですけど。あった、XP のピンボール俺めっちゃやってましたよ。あれなんか、そう、あれ、ガチでやろうとするとすごい難しいと思うんだよね。普通にやってるだけじゃダメで、なんかその階級が上がるようにやらないといけないから。そう、もともとスクリーンセーバーってブラウン管の焼き付き防止のためにやってるってだったから、まあ液晶でいいのかって。そう、まあ、マインツイッターはね、98ぐらいから確かありましたもんね。あ、そうか、ミッション、そう、ピンボールはミッションこなさないと、得点、取れる得点が上がらないんですよ。普通にやってても結局、もうなんだかんだミスってすぐ終わっちゃうんで。あとなんか XP ぐらいになると、なんかネット対戦のリバーシとかありませんでした、ね、なんかやってたんだよな、一時期。まあ、ネット対戦つっても、なんだろう、今みたいななんかロビーがあって誰かとみたいな感じじゃなくて、もうゲーム起動して、なんかちょっと待つと、もうすでにすぐに自動マッチングされるみたいなやつ。あれ結構やってましたよ。で、まあチャット確か、自由にできるわけじゃなくて、なんか固定のメッセージだけで、なんかよろしくお願いしますみたいな。あ、そうそう、ピンボールの階級は、なんかいわゆる軍の階級みたいな感じで、大佐とか、そうそう、そういうやつ。ハイパースペースボーナスな、あれ意味が分かんないけど、ハイパースペースボーナスっていう言葉は覚えてる。なんかワームホールとかジャックポットとか、あれマジでそのな、何かは分かんないけど、あそこのさ、その何、ピンボールのさ、端っこ両端両サイドあるじゃん、
あそこに落ちちゃうと1回だけはその助かるんだけど、あそこのそのなんつうの羽が閉まっちゃうから、でなんか一応復活させる方法もあるんだけど、なかなかうまくいかなくてまた落ちちゃってとかって、あれめっちゃ苦労した。あ、そう、ハイドライド3はそう、あのなんかこのゲームの元だそうですね。結構いろんなねゲームありましたね。そうだからメーカー製の PC とかだと大体なんか最初から入ってるね、なんかいろんなソフトありましたね。大体使わないんですけど、あ、そう、今で言うなんかゆるキャラみたいなやつありましたね。なんか余計なソフト入ってると重くなるんじゃないかみたいな、まあ、実際どうなのか分かんないですけどね。そうだからなんか消してた。あ、稼ぎすぎた。はい、とりあえずじゃあ13愛してるで、あとは、残りのセンスですね。でこれでシューティングスターっていう無敵時間、ゲーム内時間で15分なので、現実で 7.5 秒の間だけ、無敵になりますと。ただ、センスが1回使うごとに50必要なので、今だと多分100いってないですからね。まあまあ、別に RTA 上は最後の1回だけ使うので問題ないですけど。まあ、とはいえ、センスは順番にでしか取得できないので、結局のところ最後まで取らないとダメっていうところですね。あとは、レベルを最後18から。チャートに書いてないんですけど、ちょっと、一個、書き忘れてるダットが、取りに行きます。ああ、了解です。ああ、そこの桜のところ？そうです、そうです。ここの、右行ったところ。あの宝は、まだです。あの宝は罠なのと、あのなんか黒いワンワン、めちゃめちゃ強いです。そうですね、ここにあります、ね。はい、でこれで全部ダットが集まって、いわゆるそのフラッシュ板の歴史みたいなところが分かって、シャキンシャキンってこの音楽に合わせて、まあ、これ結局あの待つことになるのでこれをやってても大丈夫。リリーホワイトはお金たくさん落としてくれるんですけど、割と高確率でね、ホルトガバメントの弾を落とす、結構高確率で落とすので、それが来ちゃうとねちょっと悲しい気持ちになります、ね、さあそしてここですね、ここで今これね結構誤爆しやすいんですよ。13愛してる誤爆するとね戻っちゃいますんで、皆さん気をつけましょう。さ あとはここで0時になるとラスボスのいるマップに行ける。まあラスボスはすぐ戦えますんで、あとこのゲームね基本キーボード操作になるので、私ちょっとキーボードだとなかなかね難しかったんで、あの 12Kで
ゲームのコントローラーでやってましたけど。まあ、キーボードの方だとね、結構精密な操作ができるのあるんですけど、なんかね、こう、とっさになった時になかなかこう、操作が。そこまでね、多くのボタン求められないから、基本的には上下左右と、あとメニューの開閉と、あと AB で決定キャンセルぐらいなんですけどね。まあ、フラッシュ系はまあ大体そうですよね。大体その ZX とかあたりとか。QWOP 。そうか。確かにな。止まったな。画面が止まりました。つぼつまいでよかったと考え。つぼつまいでよかった。しばらくは、なんか数十分に1回とかで起きてるけど。トラックボールとかはあれですよね。なんかマウスに今トラックボールついたようなやつとかがありますよね。なんか昔そのトラックボールしかない、なんかそれだけのやつとかなんか見たことありますよね。あーでもそう、リアルフォースは私、キーボードリアルフォースですよ。めちゃめちゃ叩きやすいですからね。信者です。ということで、あと、もうそろそろすると、ラスボスですね。M570 ってあれか、ロキークルのやつ。私あれですよ、M590 ってやつですね。これすごい好きなんですよ。これもう4つぐらい持ってますからね。家に2つと、あと、なんか会社のやつで2つとか。さあ、そろそろ入りますよ。このマップでキャンプセットを使ってセーブしつつ、このマップにそう上に行っちゃうと魔法陣で閉じ込められるんですけど、無敵時間でシューティングスターで無敵時間です。 7.5 秒だけ無敵時間。 7.5 秒だけ。ラスボスは魔王モナファーということで、あ、切れました。スタートは頑張ってください。伝説の盾があるから、まあ、いわゆるバックダメージみたいなやつがね、カットしてくれてるので、まあ、それでも正直、勝率5割ぐらいですよ。まあでもまだね、こっちの HP が見えてませんからね、右端飛んでるところ。あ、こっちがもうだいぶ半分ぐらい削られてますから。私、あのラスボスまで行きましたけど、ね、結構伝説の盾もないですし、隠し弾で行ってないんですよ。ああ、これは負けるかな。無理でしたもん。上から炎が落ちてきて途中で8方向に分散するのと、あとこの敵本体がたまに光ってこの弾を出してくるね。あ、ミクさんがもう、おい、素晴らしい。この後安定したらタイマースプです。はい。でエンディングテーマはちょっと聞いてほしいので一回マイクをオフにします。はい、じゃあ私も。
も収穫期視界に広がる夢と無限の大地ルービーパッペスワンパチな日々は抜け出せない魔法の罠ドキドキロンリーシャーにヘイトルッキー浮かれたこの世界で自分自身を探す旅に出かけよWe'll be right back.
ということでお疲れ様でした。あとはもうエンディングテーマループです。はい、お疲れ様でした。いやー、なんとかなっちゃいましたね。いやー、ほんとトークありがとうございました。お疲れ様でした。なんかものすごく老人会チラチラは見てはいたんですけど、ものすごい話題が過ぎ去っていたなと。ただ私一人だと絶対にちょっとトークできなかったので、ほんとありがとうございました。ありがとうございます。最後のね、はい、歌詞のとこでさ、1秒の時を無駄にせず立ち向かっていくって、そうなんですね、RTA じゃねえかってとこで、この歌詞感動しちゃいましたよ。こっからどう聞いても RTA 奏者への応援歌なんじゃないかなって。ねえ、いや本当そうですよ。で、まあこの歌詞があったからこそ、まあセブン選んだっていうのもあるんですよ。いや、いいですね。ナイスチョイスです。ということで、ヤロクエストシリーズ、はい、今からやるなら357がおすすめです。軽くやってみたい人は3 割とストーリーちゃんとしてるのが5、まあ7は今見た通りです、4は闇なのでやめましょう。いや一応あの今回フラッシュはなくなるんで、私もちょっとヤロクエスト全部、改めてプレイしたんですけど、やっぱり4だけはやり直す気になれないっていう闇が、はい、でまあ自信がある方は2357のハードモードやってみましょう。というわけで、はい、すいません、長々と、1日目2日目ともに長いゲームを出してしまいましたが、なんとか自分の役目はここで果たすことができたので、ありがとうございました。次のゲーム、ウィングス。次のゲーム、ディープシーハンターでしたっけ、空白さんの、はい、ディープシーハンターでしたっけ。ちょっと、念のためか。私も画面出してなかった。はい、はいか。そう、ということらしいです。はい、ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。ディープシーハンター、引き続きフラッシュお別れ RTA 会お楽しみください。ありがとうございました。はい、失礼します。ありがとうございました。